織田持家文明十三年は、室町時代の人物。日立織田氏当主。織田治朝の子。織田智久、倉持治子、女子の父。幼名は、金久志丸。通称渡郎。佐抜神。事務所有。父は早くに亡くなり、祖父の織田隆朝に養育された。後元服時に、鎌倉久保、足利持氏より返記を受けて、 持家と名乗る。室町時代の小田氏は、関東の政治においては非主流派であり、それに不満な持家は、植杉前州の乱の際には、植杉氏のりに味方し、前州らの敗北の後は降参したものの足下が、持家氏により、所領の一部を没収され、小田氏をさらに衰退させることになる。影響の乱と、有機合戦の際は、関東管領植杉氏に味方し持ち氏とその与党を、 滅ぼすその後は、給料回復を目指して、篠田荘へ勢力を侵食させ、江戸崎と騎士と戦うことになる。京徳の乱の際には、小学坊、足利重氏に味方し、関東管連上杉氏と戦ったが、1455年、この友久に先立たれることになる。その後は、孫の出しげを養育、貢献した。百五十九年十一月には、 日立で、佐竹さねさだ、江戸通り棒を破っている。ありがとうございます。